フリーゲージトレインの耐久試験の再開は延期されました九州新幹線長崎ルートに導入予定のフリーゲージトレインに関し国土交通省は18日目標としていた耐久走行試験の年度内再開を断念し延期することを決めました改良した車軸の回転試験で再び不具合が発生したためです 今後は半年かけて検証走行試験を追加し、技術面とコスト面の改善を図り、来年5月から6月頃の再開を目指します。